はい、今日はね、いろいろとですね、野崎さんの遠方からご来店ありがとうございました。久しぶりにですね、あのサンドロッドブラウンのね、このミット見せていただきまして、でちょっと私この後ね、あの叩いたり調整したりしますけれども、かっこいいではありませんか。ポージーさんモデルだから若干深めでしたっけ。大きめ深めですよね。バスターポージーモデル、大きめ深め設計の縦取り型キャッチャーミットということで、私思うに、あの他のミットよりもこの辺なんかエッジが効いてる感じがしますよね。なんかふにゃーんじゃなくてガチっていう感じがしますね。ああ、うん、非常に私もいいなと思ってたわけですけども、やっぱりメジャーモデルはいいですよね。これ色やっぱりちょっと変わってきましたか、使ってる なんかすごくない？前なんかもうちょっと一色っぽい感じがしたような気がしたけど、ティンバーグレース、はい。縦だよね。とにかく重いっすよ。そうよね。そちらのシェリーも重たいですけどね。まあ、あの重量もメジャー級ということでね。まあ、日本のグラブミットは割とあの軽量操作性重視なんですけど、MLB のミットは同じ仕様で作ってもオーダーするとなんか重たいっていうね。あのやっぱりしっかり取る、頑丈に作るっていうのが一つ来てると思うんですけどもね。まあ、この辺の、ところ非常に味がある感じなんですけど、これの、このサンドロットブラウンの特徴で、またオイル塗ったり触ったりしていくと色がね、微妙に表情がね変わってくるということで、ちょっとやってみましょうか。はい、ダベーン、光ってるかな。ローリングスグラブバター、こちらはあの日本で市販されてる分なんで、向こうのグラブバターとはちょっと違いますけど、ちょうどローリングスの代わりがいい。まあ、ちょろちょろってちょろちょろっていうぐらいでいいです。この辺ですね、この辺ね、はい、失礼していきますよ。ちょろちょろっと、たくさん塗るんではなくて、薄くで染み込むように、まあ、ハンドクリームを手に塗るように、こすってあげると、すり込んであげるというふうな塗り方がいいかと思うんですけど、ほらどうですか、ここ塗ったとこ、ちょっとどれぐらいが見やすいかな、この辺です。あ、はい、うん、でこう拭き取ってちょっと やってみましょう。ちょっとだいぶこの辺来てますね。今ちょっとだっただけで、もうちょっとやりますけどね。でこういう形で、いい感じに表情が変わってくると、これサンドロットブラウンの特徴でございますね。昔こういうテイストの革は結構ね、うちら子供の頃はあのブラウン系多かったんですけど、最近はもうあの小学校選ぶもこれこんな色なんで、そうです、一番初めの革、僕らもそうでしたね、うん、この黒もなかったな、あんまりこういう色がほとんどでしたね。タンカーブラウン系多かったな。今のサンドロットブラウンでもない、シェリーでもないんだけど、なんかこうちょっと黒ずんでるというか、そうですね、あったかな。これアレナドさんのブラウンです。これツヤツヤで深い色になってくるんですけど、こんな感じではなかった。野崎さん、ありました。ありました。これね、何年前だろうな、これも10年以上前だと思うんですけど、あの1個残ってますけど、復刻版で、はい、この昔Z さん出した時に、一応革はスペシャルオーダーの革で、はい、で、これで12,000円です。
こういう色のグラブが多かったと思います。復刻版だけあって。いいですね。それいいですよね、はい。と思って1個残してるんだけど。1万2000。当時ね。さ、はい、こん中は多かったですね。こん中多かったですね。はい、先ほど言ってた当時こういう色が多かったですよね。なんか昔話のあの話になってきてましたけど、なってきてますけど。こういう革です。これ復刻版だから復刻のあのラベルがついてますけど、これでも何年前だったろう。メイドインジャパンだ一応ね。当時はな良かったんだよね。やっぱ10年以上前か。この値段で、ちょダイナセットって書いてあるからね。いいんですよこれ。はい。とさっきのこう繋がってくるわけですね。やっぱりこれで育った我々世代はなんかこう郷愁を誘われるというノスタルジックに、このサンドロットブラウンいいなっていうね。まあちょっといろいろご紹介しましたが、今日は野崎さんありがとうございました。まああのせっかくこちら、あこちらね、ワールドペガサスさんの、オーダー引き取りに来ていただきますから、サンドロットブラウン見たいななんてね、ちょっとわがまま言って持ってきていただいたんですけど、ちょっとお手入れしてね、お返ししたいと思いますけれども、今日はここまでということで、何かございますでしょうか、皆さんに。特にはないですね。はい、好まれていいですよ、ですか。そうか、言い忘れました。野崎さん、好まれと今回あのお買い上げでございます。ちょっとあのニットだとローリングスのマレットは、あこれ長さが短いんで、こうテープつけちゃう、ここね。長いやつを求めの際はこのこれユニックスさんですけど、ちょっと高級よりも少し大きいサイズです。これがいいんじゃないかということで、今回お買い上げでございます。手が痛くないんですですね、はい、はい、ということで、ここまでお付き合いいただきました野崎さん、非常にね、一方から来ていただいてご協力いただいてありがとうございました。この後ちょっとお手入れして、いきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。